モンバレットルです。今日はですね、この私の車の中広くね使えるようにね使用しておりますのでね、その中でのね暮らし方というか過ごし方というかそういうのをねちょっとね見せていこうかなと思います。では早速やっていこう。日常、すいませんね、今日大雨降ってますんでザザザーってなってますけども、まあそれも風情ということで楽しんでください。車の中で作業するときはこんな風に置いております。折りたためるテーブルの上にパソコンを、今日はちょっとラジオを収録してたのでここにマイクも載ってますが、まあ普段はこれはないかな、もうちょっとスッキリしてます。そして電源はですね、このジャクリーのですね、まあポータブルパワー708ってやつ、708ってやつでやっております。ノートパソコンってめちゃくちゃ電力使うんですよ。相当使うんですけど、まあこれがあれば数時間パソコンが、ノートパソコンが立ち上げて動画編集の作業することができます。多分体感6時間以上できます。そんなにすることはないです。携帯の充電程度だと 2% ぐらいしか減らないので何十回も充電できます。ちょっとね、まあ男の部屋なんでね、今日ちょっとリアルに見せていこうと思うんで、寒いかもしれんと思ってパーカーをポンって置いてたりとか、でこの辺食料とか置いてたりします。後半部分には普段使わないものやけど入れとこうっていうものをこう押し込めております。ベッドです。こだわったんですよ。ここの幅がほんとちょうど一人分の70センチちょいと、でここが11センチあるやつ買ってるんです。かさばっちゃうんですけど、自分の体のために分厚いの買いました。でパソコンバッグ、かわいい、見て、任天堂スイッチ一式入れです。これかわいくない？これパカッと開けたら、でれん、一式が入っております。まあ、どこでもできます。これででっかいスクリーンを横に置いてやることもできます。ちなみにこれ、このカバン公式の商品ではないので、任天堂スイッチバッグ赤青みたいな名前で売っております。見てるだけです。この辺はですね、まあちょっと夏と冬にかけて違うんですけど、まあ夏用と思ってこれ蚊帳だとか扇風機2つほど入ってます。充電とか電池で動いたりシガーソケットのところで動くやつとか持ってきてます。このバッグはいつもカメラ機材入れてるバッグです。この後ろにまだちょっと寒いかもしれんけ寝れる用の足が入る毛布と、この下は、目隠しカーテンとかほうきとかもろもろの入っております。このリュックはまあいつも持ってるものなんで、まあこれはいいとして、いつもパンパンじゃないと僕はダメなんです。で、ここにちょっとでかいけど、いつでもどこでも座れるでかい椅子。車の外で使われてね。いつ風呂に行きたくなってもいいタオル。そして夜、すごく便利な照明。3段階光ります。これがあれば超眩しい。あと、やっぱりいつ飛ばしたくなるかわかんないんで、ドローンはいつも入れております。充電満タン。まあ、もうちょっとね、荷物減らすことはできるんですけど、まあ、普段使いしてるとまあこれぐらいはなりますね。で、まあ、この下にもいっぱい普段使わないけどキャンプでも使えそうな道具とかを入れ込んでおります。なんかこれ本当にね、憧れを形にした感じです。で、ね、僕ちょっとまあ YouTube ではですね、そのなんちゅうかな、自慢はあんまりしたくないので、みんなができそうなことをみんなもやってみてよっていう感じのねポリシーが常にありますんで、この K1 とかだったらですね、探したらも本当にねそこまで高くないです。ちょっといいカメラぐらいの値段で買えるものもあります。まあ、メンテナンス大変だったりしますけどね。それだけでですね、移動秘密基地を持てるっていうのはね、結構もうクオリティオブライフがですね上がると思うんでね、もし夢だって思ってる人がいましたらですね、ぜひ早めにもう一台持ち、悪くないんじゃないでしょうか。 K なんで車検も税金も少ないでございます。ぜひ K 版は楽しいと思います。では編集作業をしていきたい。はい、約2時間編集しましてですね、電池が約 30% 減りました。相当やっぱ優秀なんじゃないでしょうか。ちょっとね、移動していきましょうか。トイレ行きたいし。よいしょ。バラが空いた時のためのミニミニ IH、 めちゃくちゃ便利なんだよこれ。1人から2人用、
このためにね、IH でも使える鍋買いましたからね。スイッチどこだっけ。おー、来た。すごい、一気に550ワットぐらい使ってます。普通加熱ぐらい。これでどんぐらいで沸くのかね、煮物です。炭酸水を沸かしてるから沸騰してるのかしてないのかわからないまあ大体バッテリーは 6% 使った感じ。お湯一回沸かすのに 6% ですね。250ミリグラム。いいね、思った以上にいい。カレミシのシーフードめっちゃうまい。うまっ、マジうまっ。というわけでね、競馬のある日のね、午後とかね、ちょっと時間が空いたらこんな過ごし方をやったりしております。楽しい空間の中でお仕事わかんないけど、やりたいことをやれるっていうのはね、相当いいです。皆さんもよかったら、競馬買おう。じゃあまた次回の動画でバイバイ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。